各種リムーバブルメディアリムーバブルメディアとは補助、記憶装置の一種で、記録媒体を駆動装置から容易に取り外すことのできるもののことを言う。フロッピーディスクや MO、CD-R やフラッシュメモリーなどがこれにあたる。リムーバブルメディアドライブは、本校で記述するものと同様のものだが、稀に外付けのメディアドライブを指す場合がある。本記事で使用している写真は、外付けのメディアドライブである。 リムーバブルメディアは競技にはカートリッジとディスクで構成された記録媒体を指す。競技にはホットスワップやプラグプレイが可能な外部ストレージも含めてこう呼ぶ。IDE インターフェース以外のリムーバブルハードディスクドライブケースや IBDL、マイクロドライブ、USB メモリ、IEEE1394、外付けハードディスクさえもがこれにあたる。 ラベルを用いた分類例記録媒体が取り外せるということはドライブの重量分だけ軽くなり携帯に便利になる。また記憶容量の追加を行う際は記録媒体だけを買い足せば済むため経済的で活用スペースとなる。リムーバブルメディアの種類は実に多いが磁気テープ系、フロッピーディスク系、ハードディスク系、工磁気ディスク系、光ディスク系、メモリ系とに対別できる。 ストリーマーを用い、磁気テープに記録する。媒体の性質上、シーケンシャルアクセスしかできず、読み書きの速度も比較的遅い。ドライブ自体は高価だが、媒体がその価格に比して、大容量であるのが特徴。主にサーバー向けのシステムデータのバックアップに用いられる。フロッピーディスク系フィルム上の磁気ディスクに記録する。比較的古くから、ある規格が多い。 ハードディスク系ハードディスクの技術をそのまま流用しているため大容量高速のアクセスが特徴。レブとアイブドル、マイクロドライブ以外は古いもので現在は入手困難。リムーバブルハードディスクハードディスクのディスクのみで構成されるメディア。リムーバブルハードディスクドライブ1台のハードディスクをカートリッジに収めたメディア。レーザーと磁気を用いて記録し、 レーザーで再生する。記録技術の中で最も耐久性に秀でている。比較的古い企画だが、現在も進化を続けており、主に長期保存に用として重宝されている。また、磁気ディスクをも上回る記憶容量を実現できるとされている。カートリッジに収められていないものが多い。現在最も研究が盛んな分野でもある。CD、DVD、BD は、 ドラッグドロップによる記録ができない、シーケンシャルアクセスしかできないため、シークが頻発する、場合に、顕著な速度の低下が起きる、ディスクの面寸法が大きいなどの欠点はあるが、パソコンに標準搭載されることが多く、メディア単価も低いことから、現在ハードディスクに次ぐ普及率を誇る。メモリーカードリーダーライタフロッピードライブに、メモリーカードリーダーライタを併設した商品駆動部がなく、 また電気的に読み書きするため高速なアクセスが可能なメディア。高速なアクセスが要求されるシーンでよく用いられる。また、メモリーカードは他のメディアに比べ非常に小型であることからデジタルカメラや携帯電話などに広く使われている。一方、容量あたり及び媒体としての単価は比較的高い。コンパクトフラッシュやスマートメディアが100円ショップで売られていたこともある。 多くは、フォーマット的に、ハードディスクと同等が基本。USB メモリのように手軽に使えるものもあり、データを持ち出して利用する際にもよく使われる。書き換え可能なものについては、約10万回から100万回の書き換えができる。また、一部の組み込み向けシステムなどにおいては、フラッシュメモリ上に OS アプリケーションの全データを格納し、 HDD の代替品として使用している例もある。トレイ方式ドライブスロットイン方式ドライブシェルトップ、ローリング方式ドライブメディアをドライブに装填する方法はドライブやメディアの種類により異なる。ありがとうございます。